FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデー FM 横浜 EK Radio 新軍の夜のチューズデー、あにわせよ、クロスチンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や韓国語、音楽、そして僕が体験したりわがままに一部するエンターテインメントプログラムです。月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問はシン君、水の中に何かを足すと砂糖水になります、何でしょう。正解は砂糖です。シン君にメッセージください。メールアドレスはシン@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さて今日のオープニングナンバーはこの曲です。 A Pink Tom Dorom。 お送りしたのは A Pink Tom Dorom でした。ヤッホー、クロスチンのシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio シン君の夜のチューステイ。ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームうんそさん、こんばんは。こんばんは。私は中学生の韓国人です。おお、すごい。クロスチンのファンです。私は日本語が上手になりたいです。シン君、日本語の勉強のティップがありますか？私は日本語を勉強して完璧にラジオを聞きたいです。シン君、いつも応援してます。バイバーイ。いや、でも、こんなにメールを書くぐらいならね、すごい上手ってことですよね。ね、皆さん。もう、僕より全然こう、上手じゃないかなと思うんですけど、それでも、なんか、こう、ちょっとでも役に立つために、僕の勉強の方法は、やっぱ、見たものをこう、もっと繰り返して見ることですかね。まあ、同じドラマを見て、こう、わからないのは覚える。とか、こう、例えばこのラジオを、もう毎週聞くのも多分絶対勉強になるんですけど、聞いたものをまた聞くとか。まあそしたらもう、どんどんこう、何を言ってるかがわかるようになって、次の週に行って、あ、これはこれだ、もうわかってるみたいな。一週一週をもう、こう、大事に聞いてるって感じのも勉強にいいかもしれないです。でも、うんそさんも多分十分、本当に、日本語うまいと思います。これからも、シンくんも頑張りますね。応援ありがとう。ずっと、ワンに行ってください。お願いします。次、ラジオネーム、ささみ。シンくん、あんにょん、あんにょーん。ラジオ毎週聞いてます。私は25歳の会社員です。シンくんを好きになって、半年になりました。シン君に初めて会った時は去年の BZZA です。青い海の伝説を見てシン君にやってみたいなと思いチケットを取りました。前日に一人で参加するのが心細く怖くなり、キャンセルしようかと考えました。ですが会わなかったら後悔すると思い、勇気を出して参加しました。シン君のパフォーマンスがとってもかっこよく、そして可愛く歌が上手で恋に落ちました。シン君のおかげで幸せです。私はシン君の虜です。これからもずっと大好き。ささみさん、去年、こう、BZZA 来なかったら後悔したんですよ、絶対に。会いに来てくれて、本当にありがとう。これからもたくさん会えるように、シン君も頑張るから、ささみさんもずっとシン君を好きにいてくれてね。本当にありがとう。そして、最近こう、会社の、こととか、いろいろ大変なことも多いと思うけど、シンくんが応援するから頑張ってね。はい。次、ラジオネーム、赤月サソリの左手さん。和の毎週声を聞いて幸せをもらってます。今、ずっと家にいるので、ラジオをリピートしたり、和のの曲を聴いたり、DVD 見たりして過ごしてます。うわー、すごいです。和のに癒されながら、免疫力をアップしてます。お、いいことですね。アニメや韓国のドラマも見ています。おすすめの韓国のアニメや、ドラマがあったら教えてほしいです。すごく厳しい時期だけど、必ず晴れる日が来ると信じてます。
ものも気をつけてね。毎週元気をくれてありがとう。いや、今日はこう、しんくんへのこう、愛を感じられるメールが多いですね。いや、嬉しいです。いつも思うけど、愛を皆さんにたっぷりたっぷりももらって、お腹いっぱいぐらいもう本当にもらってるんですけど、今日は僕もいつの週よりももっとこう幸せな一週間になるんじゃないかと思います。幸せな火曜日です、皆さん。そうですね、最近こう、先週かな、僕がこう言ったんですけど、最近こうキングダムっていうネットフリックスオリジナルチョンビが出てくるやつとか、あ、最近は夫婦の世界っていうドラマが韓国では流行ってるらしいです。超面白いらしいんで、ぜひチェックしてみてください。そして時間があればシンくんが今まで出演したドラマも見返したらどうですか。結構あります。はい、メッセージ皆さんありがとうございました。シンくんにメッセージまだまだください。shin@fmyokohama.jp シンくんからのお知らせです。クロスジンジャパンライブ2019-1の DVD が、7月8日に発売します。皆さん、ぜひぜひ DVD 逃さないでください。最高のライブです。それでは今日は僕の曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください、シノのインベーション。お送りしたのはシノのインベーションでした。シンくん、韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。メールが来てます。ラジオネームカズママヒロミ。シンくん、今日もシンくんの声聞くことで仕事頑張れました。ありがとう。僕もありがとう。シンくん、カルチャージュセヨ。日本で言うパーカー、韓国ではなんて言いますか。パーカー、それともフードティー、服の呼び方教えてください。カラーシャツや、半袖 T シャツ、呼び方などもカルチャージュセヨ。あ、これ僕結構最初日本語勉強するとき難しいところだったんですけど、例えばマネージャーさんがこう日本語で、シンくん今日はパーカー私服あったら持ってきてって言って、僕はジャンパーを持っていったら、それはパーカーじゃないって言われたことがたくさんあったり、それで、あ、パーカーってフードティーのことねって言うんですけど、韓国ではよくフード T シャツ、フードティーって言います。こうパーカーはこうなんでかわからないんですけど、パーカーはなんかジャンパーだと僕は思っちゃうんですよね。これみんなそう思ってるのかな。まあ、とにかくパーカーはフードティーって言います。まあ、フーディーは違いますね。フードティーが正しい呼び方だと思います。それともどういうのがあるんだろうね。シャツ、普通ワイシャツ、こうカラーシャツはワイシャツかな。そして半袖 T シャツはパンパル T シャツなんですけど、こうジャケットはジャケって言ったり、そんなにもう難しくないけど、こう日常生活で使うには結構あれなんだったっけなって思うような、こう間違い安い言葉になってるんですよね、お互い。その中でもこのパーカーのくだりは僕も結構日本語を勉強始めた時は難しかったです。フードティーはパーカーって言うんだって今はもう完璧に分かったんですけど、そしたらジャンパーは何て言うんだろうって思ってたら、あ、ジャンパーはジャンパーなんだと思って一人でよく受けたりしてました。簡単でしょ、意外と。半袖パンパイティーとかT シャツはもう本当に T シャツって言ってもいいし、帽子はボジャーって言ったり、また何があるんだろうね。こうダウンジャンパーはペディングって言います。まあそれくらいかな。コートはコートって言ったり、簡単ですよ。似てるものも多いし、こう英語から来たものは大体こう呼び方の違いくらいだけなんで大丈夫だと思います。その中でもよくパーカーの子気づきましたね、カズママさん。すごいです。
これからもこうやって、知りたいことがあったらしんくんにメッセージを送ってくださいね。じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はチョンジュニルドラゴー생각해。お送りしたのはチョンジュニルドラゴー생각해でした。シンクのマジリスペクト。さてここではシンクがリスペクトする人やものを紹介します。今週はですね、僕は個人的にこうちゃんと自分とこうそして他人の健康を守っている、このコロナのことを広がらないようにこう社会的な協力こうことをちゃんとしてる方々全員のことをリスペクトしたいと思います。僕もまあいつもこう僕も家から僕はもう普段仕事じゃない時は出ないから日常生活やってるみたいなんですけど、やっぱ人は出ないでとかこう言われると出たくないですか、やっぱり。でもそれをこう必ず必要なことはもう仕事とかしょうがないけど、それ以外の時もこうやってちゃんと我慢したり、そうやってこうまあ自分だけのことだけを考えてるものじゃだとは思わないんですよね。自分をこうリスペクトしてるわけじゃなくて、そういう環境でもいろいろ我慢しながら、もう僕を含め全部全世界の全ての方々をリスペクトしたいと思いますよ。本当にこう綺麗な花が咲いてる時も外に行かずにちゃんとこう手を洗ったりマスクをかけたり、すごいいろんな方々が全世界で苦労していると思うんですけど、これこそが本当に自分とこう他人の本当に健康を守る行動なので、私たちそれぞれがみんなのために今頑張ってるってことをすごい僕は印象を受けるんですよ。やっぱりもうこう時期が時期なんで、少し風邪になってても気になるし、そういう時とかもやっぱそういう小さいこともならないようにみんなのこうために頑張ってる姿は本当にみんな努力してるし素敵だなと思います。この全世界的なことコロナが早く、終わるためにみんなでこう今日ちょっと大変でも、必要な時以外は、できれば家にいて家でなんか家族で楽しめる時間、そして会話する時間になったらどうでしょうか。それぞれをこうやって応援しながら頑張って勝ちましょう。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、オバンオトケジネ。お送りしたのはオバンオトケジネでした。 FM 横浜 EK Radio、クロス人のシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチューステイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。 shin@fmyokohama.jp運転手の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当のハヤトくんに僕から質問します。ハヤトくん、辛い食べ物は好きですか？僕もハヤトくんとこう会ったこともないし、情報がないので一つずつ、これから毎週情報を得ていこうと思います。それでは最後はシンくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。みんなのおかげで僕は今日も笑顔になれるよ。ありがとう。FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜の中、ステイクロス人のシンでした。アニョーン。